全国1億2000万人の徳永秀明ファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はエアコンの工事をしたいと思います。まずは取り外しですね。室外機の高圧配管、行き側の配管のバルブを閉めます。高圧配管は細い方の配管です。そしたらエアコンを動かします。今日は暑いので普通の運転で大丈夫です。寒い日はこの非常用ボタンを5秒以上押して強制冷房運転をさせてください。5分くらい運転させたら、今度は低圧側、戻り側ですね、低圧側のバルブを閉めます。低圧側は太い方の配管ですね。これでガス冷媒の回収が終了です。室内機や配管の中の冷媒を室外機に閉じ込めちまう作業ですね。そしたら配管を外します。ここで新しいインパクトドライバーの登場です。配線を外したら室外機を引っ張り出します。次に室内機を外します。室外機に比べると内機はちょっと面倒ですね。配線を外して配管カバーを外して、配管を外したら内機を外せます。エアコンバテべったりつけすぎ誰がこうやったって俺とつけるときは外すときのことなんて考えてませんから、仕方ないですね。はい、エアコン外せました。この外したエアコンを妻の部屋、こちらの部屋ですね、ここにつけちまおうって作戦です。水平を見ながら裏板を取り付けます。そしたら配管を通す穴開けですね。こうやって叩いて下地がないところを探します。穴開けは一発勝負ですからね。ドキドキです。あ、げちゃ
ゃったすげえ。あとで掃除しといて。いいね、誰もいねえ誰もいねえじゃないかもうさっきまで妻が後ろで見てたんですけどねなけが終わったら配管カバーの取り付けです。ちょっと面倒なんですけど、室外機はベランダではなくて下に設置します。室外機をベランダに設置するとベランダが狭くなっちゃいますし、室外機の下にゴミが溜まって掃除が大変なんですよ。室外機を下に置くのはいいんですけど、配管も下まで下ろさなければならないのでちょっと怖いです。配管カバーを通すのに雨どいが邪魔なのでぶった切ります。配管カバーを仮止めしたら一旦外して充填剤を塗ってから取り付けましょう。こうすることによって水の侵入を防ぐことができます。てか全部付け直すの面倒なんですけどね。まあね、自分の家ですから大事にしたいです。これからやっと本ちゃんの取り付けです。エアコン工事って地味に手間がかかります。こうやって配線を作ったり、まあ、配管を通したり、配管をつないだら真空引きもしなきゃだし、工事自体に資格はいらないんですけど結構大変です。なんて言うんですかね、こういう段取り作業、事前準備みたいな作業が面倒なんですよね。
はい、エアコン配管セットです。今こういうの売ってるんですよね。フレア加工とか全部もうやってあるんです。キャンバステープとかビニールテープ、エアコンパテもドレンホースも全部入ってるんですよね。今配管に通しているのは配管用のスプリングベンダーです。ここの下の部分は配管の曲がりが急なので、パイプベンダーを入れて配管を曲げていきます。はい、エアコンパルです。エアコン配管の組み付け用のオイルですね。これガスの抜け防止になるみたいです。この配管の組み付けですが、このように配管を押し付けながらフレアナットを締め付けてください。フレアナットの締め付けトルクですが、太い方の低圧配管は42ニュートンメートル、細い方の高圧配管は18ニュートンメートルです。壁に開けた穴の隙間はエアコンパテで塞いでくださいね。虫とか雨水が入っちゃいますからね。そしたら配管を通しながら配管カバーをつけていきましょう。はい、ここからは16倍速。ここからは8倍速。やっとはしごの作業が終わりました。ここまで来ると先が見えてきましたね。今回7メートルの配管キットを買ったんですが、長さがぴったりでした。ちょっと余るかなと思ってフレアツールも買ったんですけどね。いずれ日の目を見る日も来るでしょう。道具はね、持ってて損はないですから。
はい、すべての工程が終わりましたんで真空引きをして終了です。ちゃんと引けてますね。問題ないようです。この後ポンプを止めてしばらく置いておきましたが問題ありませんでした。よかったです。ここは妻のゲーミングルームなんですが、この部屋に今回新しくエアコンをつけました。この部屋は天気が悪い日には洗濯物を干したりするので 2.8 キロワットの大きめのエアコンを寝室から移設しました。うん、いい感じですね。外から見るとこんな感じです。配管は開けた穴から直接横に振っちゃってもよかったんですけど、私が持っているはしごが短くて2階の屋根の下まで届かなかったんです。なので一旦下に下げてから横に振りました。この雨どいを逃がしてるとこなんてなかなかいい出来ですよね。ここは西日が強いのでドレンパイプにもキャンバステープを巻いておきました。ドレンの先には虫侵入防止のキャップもつけてあります。これですね、2段課題。室外機を下に下ろしたので2段課題を使って室外機を設置しています。今回寝室のエアコンを外してしまったので寝室には新しいエアコンをつけました。エオリアです。と言っても一番安いやつなんですけどね。うん、こっちもいい感じです。新しいエアコンは 0.5 度刻みで温度設定ができるんですよね。なので寝室につけたかったんです。寝てる時って割と暑かったり寒かったりしますからね。もう年取ってくると大変ですよ。今日は DIY でエアコンを交換してみた、エアコン取り付けてみたっていう動画をご紹介いたしました。エアコンの工事って結構できます。やる気と根気と道具とパッション、これでなんとかなります。自分でできるようになれば移設とかこっちに新しいのつけたいなって思った時も対応できますんで、ぜひやってみるのもいいと思います。はい、 OK 牧場。それでは
またね。てか、スイッチ切らないと。